はようございます。アナタ教会にお招きいただきましてありがとうございます。皆さんとご一緒にお礼拝を捧げていきますことを大変嬉しく思います。今日私の、亀の小山教会には本郷和彦先生がいらしてくださって、本郷和彦先生と竹彦先生がデュエットで特別賛美歌を捧げてくださるということでした。まあ、別のことで私も、先生ご、ご兄弟のデュエットの特別賛美歌、聞くことができればなと思っておりましたけれども、こうして亀の教会にさせていただいて、聖歌隊の皆さんによって今眺めをしよう、改めて賛美を捧げていただきました。こうして賛美は本当に私たちの思いを天に向けてください、向けている、そのような本当に祝福にしたものだと改めて思います。本当にありがとうございました。さて、今年も先ほど祈っていただきましたように、自然災害が各地で発生いたしております。広島でも随分たくさんの方が犠牲となられたと、ニュースでは聞いておりますけれども、広島のみならず各地で、さまざまな自然災害が発生しておりますし、民族同士のいろいろな戦いも世界各地で起きております。またエボラ熱、本当に果たしてどういうことに収まることになるのでしょうか。まあ、本当に私たちなんとか、事態が、大きくならずに収まることができるように覚えて祈っていかなければならないなと思いますが、これらの、いくつもの、ことなどを見ても週末の様相が濃厚になっている、そのように思われてなりません。この週末の世に星のように輝くアドベンチストとして、また私たちの教会としてどう歩くべきなのか、しばらく神様の御心をご一緒に尋ね求めていくことができればと思います。マタイによる福音書の25章には繰り返し繰り返し私たちが読み味わっております、10人の乙女の話が記されております。ユダヤの当時、ユダヤの社会において、結婚、式の時に花婿が花嫁の家まで行って、そして花嫁の一行を迎えて、そして花婿の家でその宴の時を持つ、これが習わしだったというふうに言われております。その、花嫁の一行を、花婿が先頭に立って、その連れて帰ってくるわけですけれども、時にその帰りが遅くなってしまう。ここが花婿の家だ、明かりを灯しながら、ここが間違いなく宴の場ですよというふうに明かりを灯す乙女たちがここにはいました。しかしこのマタイによる福音書の25章が告げていますのは、せっかく明かりを灯しながらも灯し続けることの、もちろんできた人と、せっかく灯しながらも灯し続けることのできなかった人たちがいるんだ。そしてその灯し続けることのできなかった人が明かりをもう一度灯すために油を町に買いに行っているうちに、その宴の席の扉が閉ざされてしまう、閉じてしまう、食いても食いきれない、そのような、痛みがこのマタイ福音書の25章には記されております。彼女たちは花婿の到来を首を長くして待っていました。彼らの役割は明かりを灯して花婿の到来を迎えることでした。明かりを灯すことによって彼らは自分たちが特別に選ばれた乙女たちであることを明らかにすることそれは喜ばしい、そして誇らしい特権だったのです。明かりを灯すためにはもちろん油が必要です。この例えではその油を用意していた乙女が
用意していなかった乙女たちとで決定的な違いが起きてしまう。繰り返しますが、油を用意していた乙女たちは喜びを持って花婿を迎え、油を用意していなかった乙女たちは席に入ることができなかったのです。この話は共に花婿の到来を期待して待ち望んでいたことからも、同じ希望を持っていた人たちの2つの異なる信仰姿勢を告げているのだ。そう私たちは理解しています。つまりこの世に星のように明かりを灯すものとして召された信仰者である私たち信仰者が、そもそもどのようであるべきなのか、どのような信仰者として歩んでいくべきなのかということをこの御言葉は改めて私たちに告げているのだと思うんです。証の文にはこの乙女たちについて次のように記されております。彼らは純粋な信仰を表明しているので乙女と呼ばれているんだ。そう告げられています。明かりは御言葉であり、油は聖霊を表していた。そう告げていますが、キリストの再臨を待ち望む信仰者には最後まで明かりを灯す人と灯すことのできない人が、いや一旦は明かりを灯しながらも灯し続けることのできる人とできない人がいる。そのことを告げているのですが、この時代に明かりを灯す私たちであるために、明かりを灯す教会であるために何が求められるのか。最初にこの話を読んだ時、皆さんの中にもそのように感じられた方がいらっしゃったのではなかったでしょうか。私は難しく感じました。ここで視力深い乙女たちは油をかけてくださいという視力浅い乙女たちの訴えに、分けてあげることはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさいと実に釣れないのです。誰かが困っている時に支え答えていこうとする姿勢こそ求められていたはずではなかったか。差し詰め、このような時には自分が困るようなことがあっても他者の必要に応えようとする生き方こそ隣人愛に生きることに確かに違いないのです。あのマルチン・ルーザー・キング、この牧師もあの人のために私が立ち止まったら私はどうなってしまうのかではなく、あの人のために私が立ち止まらなかったらあの人はどうなるのか、そう問うべきだということです。まあ崇高な問いです。自分の都合を優先させるのではなく、相手の立場に立った隣人に対する眼差しを失ってはならないと思います。そのことはもちろん決して容易なことでないことを私たちは承知していますけれども、少なくともその視点を失ってはならないということを私たちは心しておきたい、そう思うのです。しかしここでの視力深い乙女たちの交代は誠につれなく、さらに良きサマリア人の例えの話の中のあのレビ人や祭司のような身ぐるみ剥がれた旅人を横目にしながら道の反対側を歩いて立ち去ってしまうレビ人や祭司のようにも思います。しかしこの例えでは隣人に対する私たちの在り方が告げられているわけではないんですよね。分けてやりたくても分けてやることのできないものがある。私たちも、本当にこういろんな状況の中で分けて差し上げたい、まあ、なかなか大変な時ももちろんあると思うんですけれども、
この御言葉が告げているのは、分けてやりたくても分けてやること、分けてやることもできないことがあるんだ。証しの文には次のように記されていました。自分の欠乏に気づくと、その足りないところを他の人に補ってもらおうとする。ところが、霊的なことにおいて、誰も他の人の欠乏を補うことはできないというのです。霊的なことにおいては、誰も他の人の必要に欠乏を補うことはできないというのです。どんなに与えたくても、与えることのできないものがあるというのです。どうしても、私たちそれぞれが用意しなければならないものがあるのだと、告げているんです。またこのように記されています。誰も他の人に代わって信じることはできない。他の人に代わって聖霊を受けることはできない。聖霊の働きの身である品性を人に分けることはできないというのです。考えてみれば、花婿の到来の時に誰かが一人明かりを灯しさえすれば、当たりは明るくなるんです。光としての役目は、五人が明かりを灯せば、もう十分、夜は足りたはずです。しかし、それぞれが灯さなければならなかったのです。つまり、その人にしか灯すことのできない明かりというものがあるのだ。灯すべき明かりというものがあるのだということを告げてはいないでしょうか。明かりは言うまでもなく明るく、そして温かなものです。マタイの福音書の5章の16節には、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちはよく承知している御言葉です。信仰の光は世を照らすものです。明るく暖かく輝くものです。希望を見出しにくいこの時代に、何が真実なのか、どこに希望があるのか、そのことを世に照らす明かり、その明かりを灯さなければならないと思います。何が人生においてなくてならぬものなのか、こうして生かされていることにどのような意味があるのか、そのことを改めて信仰は明らかにする明かりなのです。先月、残念な事件が九州の佐世保で発生しました。高校生が同級生を殺めるという悲しい事件です。10年前にもこの佐世保市で小学生による殺傷事件があったと聞いています。それ以来、佐世保市は命に対する教育を大事にしてきたと言われています。そんな中で起きた事件に、関係者は大きなショックを覚えている。人を殺めてみたという心境にどのようにして立ち至ったのか、そこに至るまでの経緯や心の奇跡が確認されることに、これから少しずつなるのだと思います。お母さんが昨年亡くなり、お父さんが再婚するといった家庭の複雑な事情もあったのかもしれません。しかし、どのような事情があったにしても、人を殺めてみたかったという心境に、その根底に命に対する畏敬の思いの希薄、あるいは欠落があるように思われてならないのです。命に対する畏敬の思いをどのようにして豊かに培うことができるのか、このテーマは教育界が抱える、いいえ、教育界のみならず日本全体が抱える非常に大きな、そして深刻な課題なのではないでしょうか。
命の大切さが訴えられている一方で、命がないがしろにされる悲しい事件も枚挙にいとまがありません。残念なことです。その背後にあるのは、命の源となる神が見失われていることが、その根底にはあるのではないでしょうか。皆さんご存知でしょうか。神が見失われていく時の3つの悲劇、神が見失われていく時の3つの悲劇、1つは虚無なのです。虚しいのです。2つ目はもう切な、今が良ければいいんじゃないか。そして3つ目は備え、自分がどこにいたらいいのか、自分の居場所がなかなか見出すことがない。そのような結果、命がないがしろにされるようなことがあったとしても、向かうことなんかも分かります。ですからこそ、私たちのこの教会では三天使の使命をこの時代、この世に高く掲げ、また訴えてまいりたいと思うのです。その三天使の使命の最初の訴えは、黙示録の14章の7節にあります。皆さんよくご存知だと思いますが、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を不死を拝め、天地万物を創造されたこの方を、この方を見出して、この方の御前にひれ伏せというのです。私たちアドベンチストは、こうして安息日に神の前に向かずき礼拝を捧げます。そのことの意味の一つは、天地万物を創造された主なる神が私たちの命の源であることを繰り返し覚えること、命の源である、源が神であることを覚えることは、私たち一人一人はかけがえのない存在であること、神は、神様のその深い見せつりのうちに、この世に私たちを誕生させてくださいました。神様が私たちをこの世に誕生させてくださった、それは私たち一人一人に何がしかの意味と役割を私たちは神様から与えていただいているということなんです。私たちに、私たちが具体的にその意味と役割と使命が何であるのかよくわからない時もあると思います。いえ、そのような時の方が多いかもしれません。しかし安息日に私たちが神の前にひれ伏すのは、私たちの命の源は天地万物を創造された主なるお方であって、私たち一人一人をこの世に誕生させてくださった、それには私たちにしか果たすことのできない何かしら役割と使命があるのだということを、私たちがこの安息日の礼拝を通し繰り返し繰り返しそのことを覚えておきたいと思います。私たちには何がしかの、私たちにしか果たすことのできない使命と役割、私たちにしか灯すことのできない明かりがあるのです。そのことが信仰によって受け入れられていくときに、不思議な明るさを私たちは灯すことができる。希望をなかなか見出しにくいようなときにも、希望を灯すことができる。そのような私たちとして、神は私たちが歩んでいくことを求めておいでなのだと。そして私たちがそのように歩んでいく上で必要な知恵の力も、約束の御霊を通して神様は授けてくださるんだと。やさかれない。いいえ、そのことを神様は私たちの祈りを待っておいてくれます。先ほど読んでいただいたピリピリという手紙の2章の14節、16節。皆さんもう一度、ちょっとは聖書を受けて読んでみて。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。
それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く持って彼らの間で星のようにこの世に輝いている。このようにしてキリストの日に私は自分の走ったことが無駄でなく、浪したことも無駄でなかったと誇ることがある。私たちはこの世にあって星のように輝いている。世の光として召されています。世界が混沌とし、命がないがしろにされ、愛が冷えてしまう世の終わりには、天地万物の創造の主よ、不死を神、この信仰の光を明るく暖かく輝かせていきたいと思います。いや、輝かせていかなければならないと思いますし、輝かせることができるように神様は私たちを導いていってくださいます。それが私たちの使命であり、そのように生きるように私たち一人一人は召されていることを覚えたいと思います。さて、それではそのように生きる私たちの力の源が一体何か、どうすれば私たちはこの明かりを灯し続けることができるのか、それこそ約束の御霊の満たしめに預かる以外にはその明かりを灯し続けることはできないのだと思います。私たちは愛すること、愛し合うことが大切なことも、温かさが大切なこともよく承知しています。許し合うことがいかに大切なことか学んでいます。マルチン・ルーサー・キングではありませんけれども、良きサマリア人でありたいとも思います。命を光のように輝かせ、温かく隣人を愛し、共に歩んでいきたいと思います。本当にそのように生きたいと思います。ですからこそ私たちは約束の聖霊を求めたいと思います。明かりを灯すためにはその気持ちがあるだけでは足りないんです。油がなければ明かりは消えてしまいます。ちょうど花婿を待っていた乙女たちが油が切れて油を買い求めに町に出て行っている間に花婿が到着して祝いの席の扉が閉められることがないように、私たちは油を用意してなければなりません。こうしてそして油とは約束の聖霊であることを覚えたいと思います。この聖霊の満たしに預かることができなければ、私たちは主の御心に歩んでいくことはできません。愛し、許し、受け入れ合うことができるように私たちは祈り求めてまいりたいと思います。絶えず神様と交わり、御言葉を学び、約束の聖霊を求めまいりたいと思います。いつ神様が私たちを満たしてくださるのか、それは早いことに越したことはありませんけれども、いつが問題ではないのです。それ以外には私たちが明かりを灯し続けることはできないのです。ですから私たちはただ神様の御前に抜かずに祈り求めていきたいと思います。実物教訓の中にこういう言葉もございました。思慮の浅い女たちによって代表されている種類の人々は偽善者ではない。彼らは真理に関心を持ち、真理を擁護し、真理を信じる人々に引きつけられてはいるが、聖霊の働きに自分自身を委ねていない。彼らはいわなるキリスト、イエスの上に落ちて彼らの古い性質が砕かれていないという。すごいメッセージです。どのように生きるのか、何が真理なのかに関心を持ちながらも
聖霊の働きに委ねていない姿が地位の浅い女たち、乙女たちの姿なのだに象徴されるものなのかというのです。そして今日のこの集合にマナーのところで取り上げていただきました。これも実物教訓の言葉ですが、聖霊は人が心の中に新しい性質の植え付けられるのを望んで同意するのに応じて人の心に分かれている。確かにその通りだと思います。私たちは毎日の生活の中で思わぬさまざまな事態の中に置かれることがあると思います。それは親子関係であれ、隣人関係であれ、あるいはまた健康問題であれ、人生の進路や仕事の問題であれ、思わぬことの成り行きの中に置かれることがあると思います。そしてそのような中で私たちは改めて神に思いを向けるわけにはいかないように導かれることがあるのではないでしょうか。私には忘れることのできない思い出といいますか、出来事があります。随分前にある教会で牧会をしていました時に、ある方と聖書研究をいたしておりました。そこにお父様が帰っていらっしゃいます。聖書研究している時にはその私が聖書研究していた方は青年だったんですけれども、とても素直にいろいろと学びをしていただいていました。まあ、そこにお父様が帰っていらっしゃって、そしてお父様が少し厳しくその、この青年を戒めるようにいろいろと説教をなさったんですね。するとその時にですね、この青年がそのお父さんに向かって拳を持ってこうバシッとびっくりしました。その聖書研究している時にその青年がお父さんの顔を殴ったんですね。で、私もですね、びっくりしまして、こんな小さな体ではありますけれども、その青年に、やめなさい、ちょっと震えるような感じで、と抑えたわけでした。で、その時にですね、その時の言葉、お前の目が血走って、お前は、その目を縛らせ、縛らせながら、神の愛を語るのかって言われた。それはこれとは違うだろうっていうふうにその時には収めたんですが、その言葉が私の心の中にぐーっといつまでも残っています。確かに私は大抵のことは、少しちょっとこう大げさな言い方ですが、もしかすると大抵のことは常識的にいろんなことに対応できていたかもしれない。でも思わぬさまざまな事態の中でお前のその常識的な対応などもうどうにもならないのだというふうに、その青年は私の常識的な感覚を引っ張らして、お前の実態なんかこの程度のものじゃないかということを突きつけてくれた、その象徴的な出来事として私はその言葉が残っております。私たちも本当は祈るべきことに祈りたいです。絶えず祈りたいと思うんです。約束の御霊の満たしめの中でそうでなかったならば、私たちは御心に歩んでいくことはできないんですけれども、大抵のことは私たちは祈らなくてもなんとかなってるんです。皆さん、でも時々神様は思わぬ事態の中に私たちを放り込んでくださることがあります。私たちの祈らなくても大抵のことは対応できるような私たちのそういう現実を引っ張らして、そしてもうどうにも私たちの常識的な対応ではいかんとおしめたい現実の中に私たちを揺さぶってくださることがあるのではないでしょうか。そのような中に置かれた時に、神様助けてください、私は神様を愛し隣人愛に行きたいと思います、でも私の心の奥底には
なおあなたを愛していない、あなたに明け渡すことのできていない貧しい私がいるんです。どうか愛することのできない私が愛することのできるように神様助けてください。そのように私たちが全てを明け渡して神に向かうように、そのような現実の中に神様が時々私たちを置いてくださることはあるのではないでしょうか。私はお前の目がしばしく、その言葉が私には忘れることのできない、本当に祈りがなかったなら何にもできないんだな、そのことを、突きつけられたと、その言葉として今でも私は、この出来事が忘れることができないのです。聖霊は人が心の中に新しい性質の植え付けられるのを望んで同意するのに応じて人の心にお働きになる。私たちも聖霊の注ぎの中でそれぞれが灯さなければならない、それぞれの明かりを小さくても大きくても人と見比べることなく星のように輝かせて主の御再臨に備えたいと思います。そのために聖霊の満たしを心から祈り求めてまいりたいと思います。先日朝日新聞を読んでおりました。その朝日新聞の一時の欄に投稿されたある年配のご婦人の、お声が載っていましたので、そうだなとつくづくと思ったんです。そのお話をちょっとご紹介したいと思いますが、年配のご婦人が急行電車に乗った時のことなんですね。人身事故があり止まらないはずの駅に電車が止まってしまったんです。たくさんの人たちが降り、車内は人もまばらになってしまいました。この方は大きな荷物もあり別のルートを探して帰るのも不安だった、仕方ないと分かっているのに落ち着かないんです。そうですよね皆さん。時折経過はアナウンスされるのですが電車は止まったまま、私はたまらずお隣の青年に話しかけました。すると耳にイヤホンをつけていたその青年はイヤホンを外し、私の取り留めのない質問に優しく答えてくれました。電車が遅れるなんて今までは人事だと思ってましたなどと話すのも相槌を打ちながら聞いてくれました。その後ようやく運転再開、青年と話をしているときは心が落ち着いていられたことに気づき、おかげさまで落ち着いていられましたと挨拶すると、僕もです。ありがとうございました。との返事。私は嬉しくて言葉が見つからず、ありがとう、ありがとう、ありがとうばかりを重ねて言いました。優しい青年に出会えて心が温まりました。私たちはいつどこでどのような出会いや経験の中に置かれることになるのかわかりません。しかし、いつどこでどのような経験の中に置かれるようなことがあっても、私たちは明かりを灯していたい、そしてその明かりを通して神様の皆が高められるように、そのような歩みを私たちは歩んでまいりたいと思います。私たちがそのように自分の知恵や力によって歩んでいくことができるのではなく、神様が私たちがそのように歩んでいくことができるように私たちを導いていってください。しばらく前にこの話を聞いたことがあります。小学校か幼稚園の劇である子は主役たちが見上げる空の星を背後で動かすという小さな役割をもらったんですね。舞台の上で一言のセリフを話すわけでもなく、姿を見せるわけでもないのです。しかしその子は家に帰ってお父さんやお母さんに目を輝かせて、自分の役割を話し、星の動かし方を一生懸命練習し始めました。今
今私もあの孫が来ておりまして、孫って元気ですね皆さん。もうあのなんだかあの迎えた時と、まあ、そろそろもういいのかなと思ってました。あの、なんか疲れてきました。一生懸命やってくれるんですが、まあ、とてもありがたいことだと思いますが、その劇の当日、その子は緊張しながらも自分の役を無事に果たしました。子供たちの劇を見に来た人たちは、その星がいつ動いたのか、また星の動き方がどうだったのかということにはほとんど関心を持ちませんでしたけれども、その子の両親だけは星の動きを見逃すまいと瞬きもせずに見ていました。その子は自分が動かす星をお父さんとお母さんは見ていてくれることを確信して、ささやかなその星を動かすという役を一生懸命果たしたのです。私たちのこの世での立場や責任、また能力はそれほど大きなものではないかもしれません。しかしお父さんとお母さんに見守られていることを信じて、星を一生懸命動かしたこの幼子のように、自分の置かれた立場の中で神様が見ていてくださることを信じて、私たちのその役割と使命、私たち忠実に歩んでまいりたいと思います。主が間もなくおいでになるその時まで、聖霊の満たしと導きに預かり、それぞれが灯さなければならない明かりを灯し続け、この世にあって星のように輝く存在でありたいと思います。そして星のように輝く天沼教会であり続けてもらいたいと思います。この100年、この天沼教会は信仰と希望と愛という明かりを灯し続けてきました。この教会を通して、どんなに多くの方々が慰めと励ましに預かり、また救いに預かってこられたでしょうか。今後ともこの主の栄光のために、尊い信仰と希望と愛の明かりを灯し続ける教会であってもらいたいな、そう心から願っております。教会につながる愛する兄弟姉妹の皆様、どうぞ、主イエスキリストのご再臨の朝まで、その明かりを灯しながら、信仰の歩みを最後まで全うしてまいりたいと思います。